皆さんこんにちは。こちらは姫路市管理室です。今回はコミュニティ防災倉庫に入っている防災式台にうち、小型の油圧ジャッキを使ってみましょう。コミュニティ防災倉庫を開けると災害救助セットと書かれた式台が入っています。災害時に速やかに逃げ遅れた人の救助が必要な場合に 役立つ救助道具です蓋を開けるといろんな敷台が入っています災害救助道具の中に小型油圧ジャッキが入っていますこのジャッキで3トンまで持ち上げることが可能ですジャッキの名称ですがこれがリリースバルブでジャッキをアップするときは閉鎖ジャッキを下げるときは 開放します。次に、操作レバーレレババーーソケットとなります。操作レバーはレバーソケットに差し込み操作しますでは車を持ち上げてみましょう車にジャッキをセットしリリースバルブの閉鎖を確認します操作レバーを 上下に動かしてジャッキを徐々に上げます。スクロールが足らない場合は、隙間があれば枕木を入れてください。車が持ち上がりました。油圧ジャッキを使用して木材に挟まっている人を吸収するときはこんな感じになります。 地震などの大規模な災害現場では、迅速な救助・救出活動が求められるため、普段から指揮台の取り扱い方法・救出方法を把握することが重要です。防災に関するお役立ち情報をホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。以上、危機管理室からのお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。